はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。宮城県で弓を引いてる46歳のおっさんです。毎日、100射程度の弓を練習しているんですけれども、よく聞かれることがありまして、なんでそんなに一生懸命100射も弓引いてんのって。いろいろありましてね、時間がある時に、自分のね、特技である、弓道を練習しましてね、弓道なんて道なんていうと偉そうなんですけれども、自分ができることって何なんだろうなっていう考えることがありまして、僕は宮城県でね、代表選手なんかを目指してやってるんですけれども、弓を引くにあたって、的中っていうのはものすごく大事にしてるんですよ。ですけれども、的中だけでその周りの人からは何もね、感動してもらえないとか、こう響かないっていうんですかね、全然見ててもなんかこの人どうなのっていう思われたくもないっていう気持ちが強くて、射形の方もね、しっかり綺麗にしたいななんて思いながら練習してるんですけども、なかなかうまくいかないっすよね。いや、僕がなんでね、こういう風な練習を多大にね、かけるようになった、変わり者になったのかっていう、もともとね、変わり者だったという感じも、否めないんですけれども、何から言ったらいいんだろうな。弓っていうのは多分その人が、なんて言えばいいんだろうな、取り組む姿勢そのものだと思うんですよ。それなんで自分のペースでね、弓をされて僕は全然いいと思うんです。ただね、よく先ほども言いましたけど、何のために弓引いてんのって言われると、僕自身もちょっと困ってしまうところあって、何も目標ないのに多分引いてるのが、奇妙で仕方ないんでしょうね。ただ僕の考えは自分のためっていうふうに言ってるんですけども、仮にね、なんて言うんでしょうね、大会とか試合とかああいうのに出たいっていうふうになった時に、結局自分と実力が伴わない状態で出て、で不甲斐ない結果に終わってしまったらって思うと、残念だしね、非常に残念だし、周りの人たちからもね、なんだっていう目で見られるのはすごく嫌なんですよ。で、そういう目に合わないダメっていうのが一つと、それとあとやっぱりこう弓を引いてて、こういい射ができた時なんですよね。その時にね、ものすごくなんていうのかな、こう気持ちがいいんですよ。脳内麻薬が多分出まくるんですよね。なんかお酒飲んでね、今もね、動画見直しながらお酒飲んで酔っ払いながら晩酌しながら今動画のチェックしながら編集かけてるんですけれども、やっぱなんて言うんでしょうね、こう気持ちがいいと、すがすがしいというところがあって、一種のあれですよね、中毒みたいなもんですよね。依存と言ってもいいのかな。そんな感じでございますよ。で、みんな心配してくださる人もいるんですけど、よろしくやってますっていう感じでね。ちょっとあと私の方なんですけれども、説明欄にリンク貼っておくんですけれども、ミノワリペアという携帯ゲームなどの修理屋さんやってますんで、
ぜひチャンネル登録、高評価の方もお願いいたします。まあ、それは宣伝としてね。で、まあ自分のシャーナのことは多分自己流なんですよ、私。で、私ね、これから弓道始める人とか、あとその今学生さんとかでね、弓道を始められて頑張ってる人たちにエールを送りたいと思います。いろんなね、面白いことだったり、まあ、逆にね、辛い失敗談とかこういっぱいあると思うんですけれども、弓ってすごく俺素敵だなと思うことがあって、一人で道具あって、で的があって、射場さえあれば本当一人ででもできるし、あとね、その一人だけじゃなくて、一人だと萎えるんで、ただやってると結構仲間ができて、そのなんて言うんでしょう、コミュニティって言うんですか、そういうものに触れることもできますし、なかなかね、まあまだ始めたこともない、見たことはあるけれども自分でできるかななんて思ってる人はかなり敷居が高く見えちゃうと思うんです。で、実際ね、敷居が高いところというところも、そんなことないよって言ってあげたいんですけども、実際はやっぱりあって、なかなかやっぱりね、こう初心者を受け入れがたいっていう人もいるところもあるんですよ。ただそんなのはね、どこの世界行ってもあることなんで、そこはあんまり気にしなくてもいいところなんじゃないかなって思うんですよ。で、大事なのって、その弓道はこうだっていう風な、まあ先生がいたとしましょうね。確かにそれをずっと聞いてたら、これは嫌になっちゃう部分もあるのかもしれない。だけれども、ある程度やっぱりそういうのは聞いておいて、なぜかっていうと、やっぱりその言ってくれる人は、その自分のため、まあ今回は私ですけれども、まあ初心者から入られた人たちのその心構えとかをご指導されてる、その指導されてるってことは、その人に良くなってもらおうと、そういう善意で言ってくれるものだと思いますので、やっぱりそこは聞いてね。で、コミュニケーションをうまく取りながら、弓道を楽しんでもらえればいいかなと思います。で、人それぞれね、目標値っていろいろあると思ってて、その私みたいにね、ガチ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 弓引いて、まあ試合出たい、大会出たいっていう人もいれば、私はもう本当弓引けるだけで幸せっていう人もいらっしゃると思うし、あとその審査にね、受けて審査受審されて、で今のよりもどん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 こう高段を目指して、それこそ八段半紙の先生を目指されるっていう、そういうね、その教育者になりたいっていう人もいらっしゃると思います。もうそういった志は立派で、私なんかはね、本当に恐れ多い立場でございますけれども、でも今弓を始めてる若い人たち、これから始める初心者の方々たちの中から、そういった人たちが生まれてくる可能性は絶対ありますので、私はそういう人たちの考えも理解します。肯定できるか、 100% 肯定できるかって言われたらそうでもないんですけれども、一生懸命頑張っている人の姿を見るのは、やっぱ私もね、こう元気もらえるというか、勇気をもらえるっていう感じで、まあ、自分も負けてらんないなと、頑張ることができるかなと思います。そうですね、ちょっとごめんなさいね、ちょっと今お酒飲みながらやってるんで、ちょっとお酒飲ませてくださいね。やっぱり晩酌うまいっすね。のんべんならないようにね、腹が出てこないように必死ですよ。最近今日ね、選挙でしたよね。みんな選挙行きましたか？学生諸君はまだ選挙権ない人もいるかもしれないですけども、
まあ、選挙はね、義務というか、まあ、行使できる権利なので、ちゃんと行使した方がいいと思いますよ。まあね、よくね、私なんかもそうなんですけれども、まあ、自分の主張とね合う政治家さんがいないとか、まあそういう場合もありますけどね。だから選挙行かないんだっていう時も私ありましたけど、ただごだごだ文句言っててもしょうがないし、票を入れる人が、まあ自分が入れた人がどうかなんて、なんか変なことやりだしたら文句も言えるわけじゃないですかね。じゃあやっぱ自分で行動を起こしてね、なんかやるのがいいのかなと思います。まあ、そういうのはね、自分の弓道の中にも出てきてると思います。あと弓道なんですけどね、私も今自分でこうやって自分の射をこう見返してみてね、やっぱね、細かいところね、下手くそだなってこう思うわけでございますよ。特にね、打ち起こしはまあまあマシになったんですけど、第3にこう移るあたりですよね。ここのところどうしてもこう取り打ちみたいな感じになっちゃってね、これなかなか治んないですよね。でこれ直そうとするとね、肩根がねすっかり後ろに抜けちゃったりね、うん、で形だけで入るのもダメでしょ。うん、だからこううまくやりたいなと思ってるんですけど、まあなかなかうまくいかないですよね、本当にね。あとね、私ねこうやって見てると、回がちょっと長いじゃないですか。私もね、皆さんね悩まれたと思うんですけれども、はやけとかもたれとかございますでしょう。あれね、私もそうなんですよ。私もはやけにもなりましたし、はやけを克服しようとしてね、無理やり貝持つようになったら、今度ビクとかねもたれ始まって、で私ね国体選手やったことあるんですけれども、最後の本当に嫌になっちゃった時の最後の試合でね、まあ、開智はしたんですけれども、最後の4本目時間切れですよ、落ち争いされてるのに、ね、その時にもうみんなからもう何やってんだって言われて、もう辛くてもうそれでやめちゃったんですけど、どうにもならないんですよね。もう体がね金縛りにかかったみたいになってしまって、離れの動作が取れないんですよ。はあ、本当にあれは辛かったですね。でどうしてそうなるのっていうと、全てはこの心の問題ですね。まあ高校生ぐらいで始めたっていうの人はあんまならないとは思うんですけども、早けとかにはなるかもしれないけどね。このもたれ、ね、早けを飛び越してビクとかもたれになる経緯っていうのは、ものすごくね、これね、ならない人はならないし、まあならないに越したことはないっていう教えもあるんですけれども、この真相にあるものっていうのは責任感の強さだと思うのね。負けたくないとか、その自分に厳しい人が良くなったりね、その責任感が強すぎてこの一本外したらまずいっていう風になってくると、よくこう確認とかね、伸び合いしてるかとか、いろいろねそういうところに気使いすぎちゃって、その射をやってるっていうこと自体がなんかわけわかんなくなってしまって、結局何が言いたいかというと、体のコントロールを失ってしまうんですよ。で固まってしまって、まあ離れが出せなくなってしまうっていうのがこの正体なんじゃないかなって私は思いますね。だからまあ結局行き着くところは、はやけとかもたれとかビクっていうのは自分がもうそういうものを持ってるんですよね。でそれにまあ負けてしまってね、で体のついでに体のコントロールを失ってしまってる状態っていうのが正体だと私は結論付けております。で今はそうですね、今もちょっとやっぱりもたれの傾向は私にはあって、どうしてもね回を見てみると、どんなに
頑張って早く話そうとしてもね、どうしても10秒ぐらいになっちゃうね。人によってはそれが羨ましいっていう人もいらっしゃると思うんです。だけども、まあ、僕の場合はそのもたれっていうところから徐々に、まあ、解消していって、今の回路の長さっていうのがあるわけでございます、ね、だから僕の場合は10秒頑張って、それで離れに結びつけてるっていうわけではなくて、むしろその自分がこうもたれにならないように気をつけながら確認作業をテキパキと早めにして、最後は伸び合って集中して離れの動作につなげるっていうことをやると、結果として10秒とか12秒ぐらいになってしまうっていうことなんですね。いや、一つそこだけね、もし早けの人とかそういう人がいらっしゃった時は、ね、もたれとかの人がいらっしゃった時は、その精神的に何かあるよというところを一つ、まあ、私のね、つらい46歳おっさんのね、弓引きのねおっさんのお話ですけれども、まあ、そういったところを一応心のケアみたいなことをしてあげて、それをしながら鮭の方もちょっとこういじってご指導いただければなっていうふうに思います。これは多分実際弓引いてる人じゃないと分かんないじゃないかなって思います。まあ、私偉そうなこと言ってますけれども、私もね、ただ指を数多く引いてやってるだけなんで、まあ、自分が感じたことを、まあ、今正直にダラダラと赤裸々に語ってるだけですんで、ああまたなんか46歳のおっさんの酔っ払いが変なこと語ってるなあっていうんでもいいと思いますね。いろんな考えがあって、皆さんそれぞれの活動をなさって、でまあこう世の中回ってるわけでございますから、まあそれはそれでいいんじゃないかなと思います。さあ、だいたい終盤にかかってきて、今日なんですけど、今日も100社やってきたんですけれども、今日ね、100社ね、何中だったかな、今日はね、100社82中か81中ぐらいなんですよね。いや、昨日が昨日はご指導日だったんで、36社34中ぐらいだったんですね。まあ、2本抜いてしまったんですね。最後の締めの一手の片矢ですね、早抜いたかな、それと一番最初の四手矢の3本目ぐらい抜いたはずですね。競技の間と審査の間でそれぞれやったんですけどね。ってことは僕まだまだダメだってことなんですよね。立ち組みしてダメなっていうのはやっぱり精神的にまだまだ弱いなってことなんですね。精神の鍛え方なんですけれどもね、もうはっきり言ってこれは分かんないですね。ただし精神とかその心の問題っていうのはきっとね、やっぱ訓練っていうのを自分に課さないとなかなか強くならないと思うんです。じゃあ訓練ってどういうものなのっていうお話なんですけれども、多分なんですけれども、やっぱり心っていうかこう感受性にやっぱりいくらかこう負荷を与えるというか、まあ、肉体的にも精神的にもこう苦痛っていうんですかね、そういったものを自分に課すことによってね、でそれをこう乗り越える、克服することによって、その強靭な精神力っていうものを獲得することができるのかなというのが、まあ、私のね、まあ、弓道30年くらいやってきた、まあ、経験上から来る経験則なのかな、結果なのかなと思います。なかなかね、自分にね厳しくっていうのは本当に難しいと思うんですけれども、まあ、私がね毎日こうやって100社程度のね、まあ、夜数をかけているっていうのは、やっぱり時間も体力もね、あと、まあ、
ちょっぴりお金もかかりますよね。ツール切れたりいろいろしますからね。やっぱそういったものを、まあ、頑張って乗り越えるっていうことに、まあ、一つ一つ、乗り越えていくってことで、精神力っていうのは鍛えられていくのかな、と思います。もう一つね、やっぱり審査とか、大会とか、そういったものに積極的に、まあ、参加することによってね、もちろん会社でね、責任を持った仕事をなさるとか、何かこう学生さんも発表会で何かこうみんなの人前で発表したりとか、でそういった人前で何かするっていうことに対して、まあ、うまくいったというその成功をもとに精神力っていうのは強くする方法も実はあるような気もいたします。ただし失敗すると逆にへこんでしまったりする可能性もあるので、まあこの辺はギャンブルなんだろうなっていうふうにも思います。動画もそろそろ終盤にかかってきました。ですね、まだまだこれからやることたくさんありますけれども、まあ、皆さんもね、頑張って一緒に頑張っていきましょう。以上です。バイバイ。